さて、それでは今回は王様の独り言ということで、まあ本当に時間に余裕がある、どうでもいい話を聞きたい方がね、ここだけの話として聞いていただけたらと思うんですけど、ハウトゥー本を久々に読んで、まあ、あまり読んだことはなかったんですけど、人気 YouTuber になるにはみたいな、もう無数にあるじゃないですか。あれをちょっと気になったのがあって、読んでみたんです。何百ページとあったんですけど、分厚いんですね、意外とね。でその中で、まあ、この年になるまで考えたことなかったんですけど、一つ分かったことが、まあ、僕なりのね、本当かどうか分かんないですけど、僕なりに思ったことなんですけど、ずっと読んでて思ったのが、なぜこの本が書籍化されたんだろうって思って読んでたんです。で、内容としては基本的にはこうやったら儲かる、ああやったら儲かる、こうやったら人気が出る、こうやったら登録者数が増えるとか、ずっといろんなこと書いてて、でそのためには一旦私に相談してくださいとか、私の説明している、なんかサロンがありますとか、チャンネルがありますとか、なんかそんなことばっかりこうずっと繰り返し内容が続くんですけど、でこれって広告なんじゃねって思って、だからまあ要は自費出版の形ですよね。その内容を見てると、こう読んだ人も最初は誰でもできるよっていう内容、多分全てのハウトゥー本がそうなんですけど、あなたは何も知らないと思います、でもそんな人でもこうやってお金儲けができるんですよとか、こうやって人気 YouTuber になれるんですよっていう冒頭の書き出しがあるんですよね。でずっと読み進んでいって、こうやったもからやったもかるで、最後に不思議なことが書かれています。ただ危険ですよと、誰でもできるけど危険です、素人がやるととんでもない赤字になることがありますとか、問題になることがありますとか、損益が出ますとかっていう、急に最後そういう書き方になるんですよ。でじゃあどうしたらいいか、私のサロンに入りましょうみたいな内容だったんですけど、まあ自己啓発系もそうだし、こういうものってなんかまあ読めば賢くなるのかなとか、なんとなく買ったっきり僕も置いとったんですけど、なんか読んでちょっとでも自分のね、配信のなんかこう前に進める要素があればなと思って見てたんですけど、やっぱり何より疑問になってたのがそこでしたね。で結局この本は売れる売れへんどうでもいいんだと思うんですよ。結局まあこれが宣伝活動の一環ですね、その方のチャンネルのだなっていうのが思ってて、これって売れへんかったらどうすんねやろうとかって思ってたんですけど、まあ、内容的には誰か手に取って読んで、しかもその最後まで読む人っていうのは、ある程度その人に対するその信頼、この人の書いてることは面白い、この人の言ってることは正しいと思って見るので、結構まあ面白くなってそのまま見るかもしれないし、まあYouTube だけで言うなら、この人のチャンネルどんなんやろうって検索したりもするから、それだけでまあ一つね、大きいかなっていうところ。それと、昔僕もね、15年ぐらい前に出版したことある。自費出版というか同人誌ですね。自費出版やろうとした時に両方調べたんですけど、当時まだ同人誌、その小ロットでの注文っていうのがなくて、まあ人気、作家だったんで、配信者じゃねえわ。はけれましたけど、同人誌ね。でもすごいまだまだそういう文化が一部でしかなかった時だったんで、印刷屋さんとか大変でいろいろ調べたんですけど、要は自費出版だとバーコードをもらわないといけないんですよね。バーコードがつけば書店で取り扱ってもらえる、つかなければ同人誌なのでイベントで販売するっていう形になるんですけど、そのバーコードをつけるのに300万ぐらいいるみたいな、その僕毎回ギャラリーの悪口言いますけど、ギャラリーって部屋代を払えば展示活動させてくれるんですよね。もうその日から作家さんになれるんですけど、まあ同じく出版社も300万円出せば本を出版できると。でまあ、してその書店に売られてたり、新刊のとこにボンと置かれてたりすると、それだけで何やろう、こう本屋さん何度も行く人、僕なんかもほぼ毎日ぐらい通ってた時あるんですけど、本好きの人っていうのはしょっちゅうそれをこう入り口の新刊で目にするから、めっちゃ売られてるように思うんですよね。
どこにでもあるなこの本、人気なんかなって、たまたま新刊やから表にあるだけなんですけど、まあそこで一つ信頼されますよね。なんか書店に売ってて、しかも表に出てるから、この本はちゃんとした本だ、全然その書いた人のことも、生まれてこの方一度も聞いたこともない、知りもしない人だったとしても、この人はすごい人なんだって思ってしまうし、まあ、いい宣伝効果ですよね。これは初めてなんか腑に落ちた、宣伝だったんだってHow to 本の中にも実際のやり方とかね、この流れとしては最初にこう自分の成功例をいっぱい載せるんですよね。こうやって成功しました、ああやって成功しましたっていうのを載せて、そのためにはこうですよ、ああですよっていうふうにこう載せていくんですけど、今回見てて面白かったのが、私の会社は大きい、成功している、私みたいになりたかったらみたいな説明がずっとあるんですけど、こう途中でなんか一人でもできるんですよみたいな紹介文があるんですよね。あのたった一人だったとしても、いろんなとこに発注かけたりとかできるって、私は一人ですがそうやって今までやってこれましたって書いてて、お前一人かいってなったんですけどなかなかね、やっぱりこのまあ文章、このなんていうの、ビジネスっていう書かれ方が結構いろんな本でされてるけど、ビジネスっていう言葉の価値観、捉え方ですよね。要はお金儲けイコールビジネスとなった時に、じゃあ、詐欺もビジネスなんですよね。だから内容を見てると結構アウト、なんか騙してないそれみたいな内容が多くて、まあね、視聴者を騙してるのが YouTuber ではあると思うよね。だってそれぞれただの一般人やから、それがまこうあたかもね、公式配信のように、ポケモンスリープっていうのはこうやるんですよみたいな、配信みんなやってますけど、別にそんな公式のね、作ったプログラマーの人が言ってるわけではないから、まあ結局はそこのグレーなラインではあるんやけど、なんかこう読んでてね、こう、あ、人を騙す時ってこういうこう持って行き方するんだなとか、こういう、まあ、口調ではないけど文面で騙すんだなみたいなのは勉強になるかもしれない。自己啓発とかもね、昔一回だけ18の時かな、めちゃくちゃ怒鳴られて怒られて毎日してた時があって、それは仕事のことでね、判断力、決断力が遅いって言われて、でどんどん次に判断して動いていかないとダメだろうって、なんでそれができないみたいなので毎日毎日言われ続けて、もう決断や判断やって怒鳴られた時に、なんか決断力をつけるみたいな本があったから読んだんですけど、もう内容ぼんやりしてて、結局のところはその本読んでる時間も自分のものづくりの勉強、腕を上げることを続けた方が、やっぱり真摯にこう向き合った方がね、練習した方が決断力はつく。で、決断力に関しては結局のところ全てを知っていることが何よりです。知らないから決断判断できない、無数に選択肢が出てもその中の一つを選べるのはそれ以上の知識と経験があるからなので、別にその人の性格的なものではない、どんなにおっとりしてようが、もう何年も何年もやってる仕事やったら的確な判断ができるので、あくまでもやっぱ知識量、経験値量だったんですけど、まあ、自己啓発の本にはそんなことは書いてなかったですね、なんかまあ、でちょっと下にね、〇〇24時〇〇屋大賞の謎っていう風に書いたんですけど、これも親父めちゃくちゃ好きで、結構これ同じ時間帯とかでずれ、同じ日にちょっとだけずらしたり同じ時間帯に載せたりとかもあるけど、めっちゃくちゃ警察の仕事取り上げられてる時あるでしょ、年末とかね。でもううちの家ではそればっかり流れてたんですよ。もうその揉め事好きやから、こうここで揉めて、あっこで揉めて、それをもうなんか人情のある警察官の人が、それをなだめたり、新人警官の人がすごい苦労しながら、そのトラブルと向き合ったりとかね、そんなことをして、僕が覚えてるのはベテラン警官の人が最後に辞めるときに、もうこの仕事は次の人生ではやりたくないねみたいなことを言ってたんですけど、ああそんな大変な仕事なんやと思ったけど、実際周り見てたらめちゃくちゃええ仕事やから、息子も孫もその下もみんなこう継承し続けてるんですよね。で
これなんやっていうと、警察24時もそうやし、これ本屋大賞ですけど、どっちも作ってんの広報が作ってるんですよね。で、〇〇24時、警察24時は警察が監修してるか、まあ、基本的な警察の中の広報が作っているので、例えば警察官が殴ってたり蹴ってたりするシーンがあったとしたら、絶対そこはカットするんですよね。あくまでもその苦労しているところ、警察官とは大変だっていうところだけを切り取って載せているので、例えば 99% 殴って押さえつけて捕まえてたとしても、残りの 1% の部分、感動的な部分が取り上げられるという、まあ、極端な言い方ですけど、なぜかというと、ちょっと僕は知り合いの人がすごいそれで大変な、こうね、どういうのかな、ことをされた経験があるんですけど、で、あともう一つ警察の話で言うと、地元にすごい有名な警察官の人がいて、まあ、若い兄ちゃんだったんですけど、僕らもっと子供の時ですけどね、片っ端から止めるんですよ、自転車の人ね。自転車とか、まあ、子供老人を特に止めて怒鳴って、で、お前何してるやつや、この自転車はどこのやみたいな、もう捕まえて止まらないんですよね。ずっとこうきつい人で、こう有名だったんですけど、で、その人はほんまに二人乗りしてるヤンキーとか暴走族とか、そんなんは止めないんですよ。それも全部スルーして、もうなんか見てないふりしたりとかしてね、弱い立場の人を捕まえて、絶対盗んでへんやん、そのおばあちゃんが、みたいな人を捕まえる人がいて、で、結構有名だったし、如実に現れたんですけど、まあ、その道路、交番の前に道路があって、反対側に道を挟んでる状態ですよね。そうするとみんな交番の前通りたくないから、その向かいのめっちゃ細い道をみんな通るんですよ。交番の前通ったらその兄ちゃんに止められるからね。だからそんなシーンは警察24時ではやってないなって思いながら、あれはね、長かったですけどね、結構長年ねいてましたけど、特に僕も飲み屋街に住んでましたから、飲み屋街なんてもそこら中でトラブルがあるんですけど、警察官が一切いないんですよね、そこにね。いなくて、近所の公園とかで子供たちを押さえつけてるんですよね。いや、こっちじゃないやろうってめっちゃ思ってたけど、やっぱりこの景色っていうのはね、なんとでもやりようがあるんだなっていうところで。で、この本屋大賞、むっちゃ昔から謎やったんですけど、これ変やと思いません？その売り手側しか登場しない状態で受賞者が決まるんですよ。普通、まあユーザーがこの人が面白いとか、実際にまあ売れて、そしてこの本が一番売れましたっていうのなら分かるんですけど、本屋大賞は本屋書店の店員が選びましたっていう、ちょっとぼんやりした形なんですよね。で、例えば日本全国書店の店員全員が村上春樹の本が良かったですとか、宮部みゆきの本が良かったですって言った時に選ばれるのかなっていう、つまりここのアンケート自体が、まあ、実際に実施されてるか、アルバイトとかもいるからされてるとは思う、ちょっとどっちかわからないけど、売り出したい作家さん 1.5 列とか、コネがゴリゴリの人とかを多分受賞させるんで、ここに有名な人が選ばれることはないと思うんですね。まあ、もちろん知ってる名前は、本屋大賞が出始めた時に僕知ってる名前の人何人か選ばれたなと思ってるんですけど、それは最初の自己啓発と一緒ですね。前に並んでる本ね、こうよく見かける本、見かけるから名前を知っている、だが読んだことはない、そして周りからも面白いと聞いたことはないっていうようなものが、こう受賞すると。この How to Boy 読んで謎やなと思ってたのは、まあそのなぜ売られたかなんですけど、今までいろんな本もうめっちゃ好きで、本って大量に読んでたんですよ。ここ何年間もちょっと自分のね、 YouTube とそれから作品作りで読めてないけど、昔はもう異常に読んでて、で、その時に一番謎だった本を調べたんですよね。面白くないんですよ。で、賞を受賞してるんですよ。いや、絶対にこれは受賞しないと僕は思ったんです。何が何でもこれは面白くないし、で、ネット検索してもレビューすら出ないんですよね。で、おかしいなと思って見てたら、お姉ちゃんが
人気小説家だからっていう理由でしたね、その人が出てるのはね。でもお姉さんも正直調べたけど、それほど、確かに何冊かは出してるけどそれほどではないから、もうさらに上、お父さんとかおじいちゃんのところから何かその出版社とのつながりがあったんだろうなとは思うけど、まあシンプルなことですよ。本は面白ければ面白い、その人が有名かどうかとか結果を出してるかどうかじゃなくてね。でも書店の表に出てる本が面白いんかって言ったらそういうわけじゃないし、当然ながら本屋大賞に関しても本屋の店員さんは本読む時間ないですから、忙しいからね。だからまあこのあたりに関してはやっぱり、あ、広告、結局は全部広告なんだって、しかもまあそこに下っていったんですよね。そのやっぱり面白くないと出版されない、本にならない、本は価値があるっていう大昔のね、もうその何、江戸時代とかやったら本一冊だけでも とんでもない価値があったわけですけど、そういう時代とは違って、そのビジネスっていうところで本屋さんは売れる本の作り方とか、もう損が出ない本の作り方っていうのを本屋さん出版社さんが突き詰めていったから、ある意味ではこの文化っていうのは、その僕はもう本屋大好きですけど、大好きでしたけど、本屋に入った時点でその中にあるのはまあこういった宣伝広告、媒体にお金を払ってしまっているような状態なのかなって思ったのが今回の How to 本って読んだ内容でしたね。人気なんて出ねえよ YouTube。 いやー、でもちょっとおもろかったかな。なんか内容的にはなぜ買ったかというと、最初の10ページぐらい立ち読みしたんですよ。で、まあ、読めるようなこう分かりやすい無駄のない文章だったんですよね。あ、なるほどなって。しかも YouTuber は失敗しますって書かれたんですよ。ああ、いいやん、俺もそう思うわって。だいたい YouTuber は成功しますって書かれてるんですけど、 YouTuber は失敗しますって書かれてて、で、じゃあこれこの本はじゃあ何を書いてんのかなと思って読んでいったんですけど、最初の10ページが全てだった。もう本当に最初の10ページが全てで、あとはもうそれをもう永遠繰り返し200ページ以上ずっと言ってる。もうずっと、マジでびっくりする。なんか暗記本なんかなって途中で思った。単語の暗記かなんかさせられてんのかなって。なんか同じことを継続的に5回とか1週間に5回ずつぐらいこうなんか覚え続けたら勝手に頭に残るみたいな長期記憶みたいなの昔なんかで読みましたけど、本当にもうそんな感じ。覚えさせたいんかなって、この本の内容全てを。そんな必要はないから、これしたらっていうことだけポイントを押さえればいいはずやのに、もう無限に同じことを、やっぱりそれがこの買わせるための全てだと思うので、サムネみたいなもんやんね。最初の10ページ20ページ20もいかないね、10ページぐらいがもう全てでしたね。いやー、分厚い本、嘘かな、多分ほんまに研究して自分の考えを出してる本っていうのはもっと薄くなると思うね。いや、おもろかったな。なんかちょっとこういう本調べてね、いろいろ見てみたいなって思います。一応今言ってる話、まあまあ本当ここだけの話ね、僕の世界線ですから皆さんとは違うと思うんで、うちのチャンネル変やなって思う人は世界線が違うと思ってくださいって一応コミュニティ欄の方に書いてるんですけど、僕の世界線でのハウトゥー本は広告と一緒ですね。で、それから、警察24時とか本屋大賞、皆さんの世界ではないかもしれないですけど、僕の世界で流れてる警察24時、それから本屋大賞というものは、嘘です。本当にあれ見て、でもまあうちの親父めっちゃ喜んでましたけど、喜んでたし、実際なんか警察の協力めっちゃしてましたよ。なんか問題が起きたりとかね、した時とかに、街中ね、よう見かけてるから、今の見てましたよ、ちょっと事情聞かせてくださいみたいな、で、こうでしたよとか言って、ね、ありがとうございましたとか、なんか事故の再現とかも付き合わされたりしてね、やってましたけど、なんかよっぽど好きな人はもう好きな世界だと思うんで、まあ、その、まあ、ショーですよね、24時ショーとして楽しむものなのかなっていう感じはしますけど、いやー、そうね、うちも、そういえば僕は、あれでしたね、オリンピック出る時に広報の人たちが来て、でカメラ撮影しますって言われて、で
まあなんかかっこよくね、その車内の車内報とかあるじゃないですか、それの写真に載せてもらったんですけど、当時選手が4人ぐらいいたのかな。で僕一番後ろだったんですよ。まあなんかセンターに来るようにしてくれたのかな、ベテラン中ではまだベテランやったし結果も出てたからかもしれないけど、ただ木の板に乗せられたんですよね、僕だけちっちゃいから。なんかどっから持ってきてんっていう 木の板に乗せられて、あ、ここ乗ってくださいって言われて、僕だけ嘘の身長で乗りましたね。あれが広報の力ですよね。だからちょっと悲しかった。一番順位一番良かった、あ、一番じゃなかったかな、一個後輩に負けたんかなでしたけど、まあ、あの広告の時点で一番負けてたと思う。写真の時点でね、若い綺麗なお姉さんが来て、あ、この台に乗っていただけますかって言われて、まあなんかどれぐらい話半分でみんな見てんのかなって思う How to Bon。 お店でねやっぱりすごくインパクトのある文章いっぱいあるから、ちょっとアンケートをお願いしたいなと思ってるんです。 どれぐらい How to Bon ってみんな買うのかな、それかまあ鼻で笑って通り過ぎる大人がいるのかなっていうところはね見てみたいなと思うので、あれもや文章力を一度勉強したかった時に、文章力の本っていうのも How to Bon買ったことあったんですけど、劇的な文章はこうだとか、最初にこんなことを書きましょう、あんなことを書きましょう、これをやる人は面白くないみたいなやつだったんですけど、僕は文章のマナーを知りたかったんですよね。なんかそんな劇的な文章とかいらんかったんで、ご飯が炊けたのでそろそろ雑談は終わりにしたいと思います。ここだけの話ね、人によってあかんよ。ではご視聴ありがとうございました。アトリエ造形の王様ではたくさんのジャンルの動画を日々投稿しています。ゲーム実況、工房のグッズや作品紹介、配信者さんとのコラボ実況、ガンプラリペイント動画、技能検定、技能五輪解説、レトロゲーム実況、イラスト動画、ラジオ動画、ガチャ動画、個展の様子など、人気作家になりたくて必死にあがいています。どれか一つでも興味を持っていただけたら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。きっと興味のないジャンルの動画もたくさん上がります。それぞれ再生リストから見やすくしているので、登録後は通知を切っていただいて、忘れるギリギリ寸前ぐらいにまた見ていただけたら嬉しいです。それぞれが見たい時に見たいもの。